んこんにちは。はたべんチャンネルの佐藤ひなです。あたしです。はい、というわけでですね、今日は5日間のハピバニ家の夕食を紹介したいと思います。夜ご飯ですね。前回やったことがあるんですけど、今回もまた夜ご飯を紹介したいと思います。はい、そして今日月曜日の夜ご飯なんですが、こちらです。ご飯と白菜と豆腐の味噌汁とサラダとキムチときゅうりの和え物とお肉の甘辛煮といくらです。それではいただきます。じゃあ最後はいくらかけっかな。最初美味しそうないくらですね。美味しそう。めっちゃ美味しい。あ、今日このお肉作るのに私がママをお手伝いしました。ごちそうさまでした。美味しかったでやんす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 。髪ぐさぐさでやんす。ぐさぐさ。髪ぐさぐさでやんす。ぐさぐさ。間違えた。それではご飯を運びたいと思います。運びたいと思います。それでは次の夜ご飯どうぞ。こんばんは。今日は2日目です。火曜日ですね。今日の夜ご飯はご飯と豚汁とニラ玉と野菜炒めです。あとはぶりの照り焼きです。そして昨日の残りのキムチときゅうりの和え物といくらですね。美味しそう。早く食べたい。それではせーの、いただきます。美味しそう。ニラ玉を楽しみにちょっと食べてみよう。美味しい。ご飯が進む。めっちゃ美味しい。さすがニラ玉めっちゃ美味しい。やっぱり私の卵無理。うちはいつもご飯は6時くらいからです。美味しいです。ママのご飯で何が一番好きですか？1番がハンバーグで、2番目が肉団子、3番目が油淋鶏、4番目がニラ玉。おお、今日のメニューだ。っていうか3位までが全部肉。しのさんは？しのが一番好きなのはチャーシュー丼。あ、チャーシュー丼ね。チャーシュー丼が1位で、2位はハンバーグで、3位は団子じゃない、肉団子で、4位がロールキャベツ。ロールキャベツ。そうだ、そうやったロールキャベツ。誕生日にお願いしてるんですよ。で、1位ハンバーグで、2位がロールキャベツだ。ごちそうさまでした。食べ終わりました。はい。今日もすごい美味しかったです。お腹いっぱい。お腹いっぱいですね。最後ご飯おかわりしました。ということで今から片付けたいと思います。はい。じゃあまた明日。水曜日ですね。また会いましょう。こんばんは。今日は水曜日です。今日は最近寒くなってきたということで鍋です。今日は鶏塩鍋です。美味しそうだね。いや、早く食べたい。今日はゲストは川瀬さんで、今日はご飯となめこのすまし汁と温泉卵とキムチ、ご飯に合いそうとお鍋です。鍋の中にはね、いっぱい入ってます。白菜とかしいたけが裏返ってすごくキモいけど、あとお肉とかマロニーちゃんも入ってます。手作りのつくねも入れてもらいました。イエイ。いただきます。じゃあまずお鍋と美味しいです。もっと食べて。お鍋っていいね。熱い。味が染みてる。さっきプチッと鍋キューブがすごい美味しくて、いろんな味買ってみたいなと思いました。まあ冬だから結構さ、ママに鍋を作ってもらいたくて、簡単だけどお野菜いっぱい食べれて美味しいじゃないですか。だからちょっとこの冬いっぱい鍋食べようと思います。お正月いっぱい鍋食べたい。いいね。すき焼き食べたい。あ、食べたい。すき焼きとロールキャベツは絶対食べたい。ごちそうさまでした。はい、めっちゃお鍋美味しかったです。はい、お肉が美味しかったです。キャベツも美味しかった。白菜ね。白菜。菜はつくねが一番美味しかったです。それでは今から片付けたいと思います。それではまた明日。バイバイ。こんばんは。今は5時50分くらいですね。はい、今日は木曜日です。しのは今日プール行ってきました。お疲れ。目がちょっと赤いんですよ。疲れた？はい、頑張りました。今日は24日のクリスマスイブです。明日楽しみ。だからしのは、今日は早く寝るらしいです。はい、というわけで今日の夜ご飯はこちらです。今日は麻婆豆腐です。麻婆豆腐をこの丼にかけます。これがワンタンスープで、これがサラダで、これはチョプチです。それでは今からいただきます。いただきます。乾杯しよう。あ、いいよ。もう飲んじゃってて。乾杯。美味しい。明日だね、サンタさん。楽しみ。来るといいね。どうする？来なかったら。やだ。って泣いちゃうよ。で、明日の夜ご飯はなんとスペシャルメニューです。豪華だもんね。うん。ケーキ。とピザとチキンとお寿司です。いっぱい食べちゃうぞ。いただきます。ありがとうございます。最近のサイがドレッシングにこのねキューピーのすりおろしオニオンドレッシングっていうのがめっちゃハマってて、これシノも好きだよね。うん。最近これ2人がかけてます。このすりおろしオニオンっていうのがなんかちっちゃく玉ねぎが入っててシャキシャキしててすごいさっぱりしててね、サラダに合います。熱い。気をつけ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで片付けたいと思います。はい。すっごく今日。明日のご飯がとても楽しみです。はい。じゃあ片付けましょう。今日も美味しかったです。はい、今日も美味しかった。5日目の夜ご飯は家族団らんで過ごしたのでちょっと動画を撮れませんでした。なのでちょこっとだけ写真を撮りました。見て、これこちらケーキです。クリスマスケーキ買ってきてくれました。美味しそう。メリークリスマス。いちご食べたい。お風呂に入ったのでこれから食べたいと思います。はい、美味しそう。早く食べたい。いちご食べたい。いちご食べたい。ということで平日5日間のハピバニ家の夕食でした。はい、それでは次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。